はい、今日の晩酌の動画です。今日の晩酌はこちらですね。はい、キンタラスカブラスカベルネソービニョン赤ワインと、生ハムのチーズロールですね。はい、シナノ屋さんで買ってきました。これ、最近ワインねちょこちょこ飲み始めてるんですけども、すごく美味しいです。こんなもんしようかな。はい、よいしょ。ちょっとこぼれちゃった、漏れちゃった。はい、セブンイレブンで買ったワインなんですけど、500円ぐらいですごく美味しいですね。うん、渋みは控えめで、果実味が豊かな爽やかな飲み口、の赤ワインですね。はい、チリ産ですね。はい、じゃあいただきます。乾杯。はい、うん、すごくブドウの香りが。いただきます。うん、本当に渋みは控えめですね。ちょっとこっちの生ハムチーズロールいただきます。うん、合う。うん、やっぱりこうワインとこうチーズとか生ハムとかってめっちゃ合いますね。うん、うん、美味しい。まだね、ワインはちょこちょこ買ってはいるんですけど、まだ開けてなくて、なんか飲み切っちゃってからの方が開けるのいいかなと思って。うん、美味しい。このスクリューキャップのやつはいいですよね。うん、一応ね、まだ届いてないんですけど、コルクの代わりになんかゴムキャップみたいな真空にするね、なんかバキューマーなんだなとかっていうやつ買ったんですけどね、まだ届いてないんですけど、うん、チリのワインでね、美味しいですね。うん、あー美味しい。あとこのね、生ハムとチーズがね、これがいいな。これ生ハムだから焼いちゃダメだよね。焼いたらもう生サラミだからね、もったいないですよね。うん、なんか今日の晩酌の時になんかテーマを設けてね、喋ろうかなと思ってるんですけど、最近なんかちょっと映画を見ることが多くて、うん、映画を見るっていうかね、Amazon プライムで映画をちょこちょこ見てるんですけど、キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックって映画があるんですけど、でそれの1、2も、Amazon プライムで見れるんですけど、無料でプライム会員の方は。面白かったですね。うん、久々にああいうなんかこう、なんていうの、こう死神みたいな殺し屋絶対的に回してはならないみたいな役なんですよ、キアヌ・リーブスが。それがね、こう淡々とじゃないんだよな。なんかね、見てるとね、そんなにこう強いこう感じはしないんですよね。なんかいつも揺らいでるような、こう最愛の妻を亡くして、なんかこう最初なんかこうある組織 にいて、でそれを抜けるために、結婚したいから抜けるために、その出されたお題が絶対不可能だと思われた殺しの依頼だったらしいんですよね。ただそれをクリアしちゃったらしいんですよ、ジョー・ミック、キアヌ・リーブスがね。そうしてももうボスが認めざるを得なくなって、で、彼女と結婚するんですけど、病気になっちゃうんですよね、その奥さんが。で亡くなっちゃって、もう失意のこうどん底にいたと。でその時にその生前、まあそのタッチの差っていう言い方が分かんないんですけど、奥さんがその旦那さんにね、ジョン・ウィックにその犬をプレゼントしてたんですよ、ね、それが届くんですよ。で、まあその届いて、あ、犬、あなたにはこう愛が必要よみたいな形で、私はもう先が長くないからみたいな手紙もついてて、でそれをちょっと彼女だと思ってこう大事に育てた。で、なんかこう、愛車のなんかマスタングか、69年製の車に乗ってた時に、なんかその、元いたその組のボスの息子が、その車に目をつけて、
いいお前いい車乗ってんなみたいな。でそのキアノリーブスのジョンウィックの家に襲撃に入ってその車を盗んじゃうんですよ。でその時にその犬を殺しちゃうんですよ。さあもうジョンウィックブチ切れますよね、それはね。でボスもお前なんちゅうことしたんだと、誰に何をしたか分かってんのかお前はと。でその車をなんかそのナンバー付け替えてくれって持ってった先も、お前これ誰の車盗んでんだみたいな形でもう大トラブルになるんですよ。でそこからこう一悶着、二悶着、三悶着くらいあって、まあこう物語が進んでいくんですけどね。ただその時もこう常にこうジョン・ウィックのこうなんかこう心っていうのは極めて人間的で、その亡き妻との思い出とかそっちの方にこう揺らいでるんですよね。だからこう冷酷な殺し屋というよりも一番人間的なこう心の触れ方をする。ただ復讐心とかそういうのがもう尋常じゃない、そんな感じですよね。で2の方はなんかまあその続編みたいな形でなんかこう流れが、まああんまり2はそうでもなかったんですけど、見ててね。でその殺し屋たちがいるんですよ、いろいろなこう世界、そのマフィアとかそういう、マフィアなのかギャングなのかわかんないですけど、でその人たちが使えるコンチネンタルっていうそのグループがあるんですよ。ホテルとかこう武器とか支援してる。でその中に、そのコンチネンタルのホテルの中では絶対仕事をしてはならないっていうのがあるんですよね。で2ではそのまあ1でもそれ破ってくるやつがいたんですけど、殺されちゃうんですよ、その殺し屋はね。で2でジョン・ウィックがそれをこう破っちゃうんですよ。でだけどジョン・ウィックは殺されないで追放っていう形を取られるんですよね。今までの功績なのかわかんないですけどね。で、ジョン・ウィックが追放されて、で追放されるとその1時間以内、1時間経ったらもうジョン・ウィックはもうこのコンチネンタル使えないみたいなところで、ちょっとなんかこう全ての殺し屋から狙われるみたいな。なんかその前にその敵が700万ドルかけたのかな、懸賞金で7億円ぐらい。でそれでなんか狙われてたんですけど、それがなんか依頼人が死んで、それがねちょっとよく描写されて、私もちょっと分かんなかったんですけど、依頼人をそのコンチネンタルなんで殺しちゃったんですよ。でその依頼が有効なのか無効なのかちょっと分かんないんですけど、でそれをちょっとドキマキしながら、そのあいつもか、あいつも俺を狙ってんじゃないかみたいな感じでこう逃げていくっていう、走り去っていくっていうのを最後で終わるんですけど、なんかねその名打ての殺し屋っぽくないそのおどおどした感じっていうのが最後描かれてて、なんか人間らしいっていうか、ちょっとどうなるか3があるのかどうか分かんないですけどね、非常に面白い、久々に映画ちょっと見ましたけど面白かったですね、はい、てなわけで、あとはねゆっくり動画外で、飲んで食べていきたいと思います。はい、今回ですね、はい、こちらね、一応これ、概要欄の方にこのねワインリンク貼っておきたいと思いますので、ご興味の方はぜひご覧になってみてください。はい、あとねモチベーションアップのため皆さんチャンネル登録とグッドボタンの方をね何卒よろしくお願いいたします。はい、もうお願いします。はい、あとね各種 SNS やってます、Twitter、Facebook、Instagram 概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味の方はねぜひご覧になってみてください。はい、今回は今日の晩酌、はい、キンタラスカブラスカブレネソーヴィニョンと生ハムチーズロールの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。